どうちゃです。ということで今日なんですけども、東京に来ておりますね。はい、東京に来ておりまして、何のために来てるかというと、今日は勇気橋本のショーが、ありますので、それをちょっとこう観覧に、来たという感じでございます。はい、なのでね、これこのシャツを着てきました。もうね、僕はもうショーに行けるってことが決まったその瞬間から、絶対このシャツ着ていこうと思って。このシャツは分かる人には分かると思うんですけども、勇気橋本のデビューシーズン、つまりうちのお店でお取引が始まったシーズンですね。で出たアイテム、シャツでございまして、フロントバックかな、バックフロントかなのデザインでございますね。おそらくね、これね、会場でこのシャツ持ってんの俺だけだろうと、多分かつ着てくんの俺だけだろうと思ってますんで、はい、なんかちょっと着てきました。で今2時くらいなんですけど、まあショーはね5時からということで、一応それまでちょっとまあ別件の打ち合わせとかがあるんで、それやって会場に入りする感じですね。でまあ会場に入ってからも、まあ会場の様子とか、まあショーのね全部の動画っていうのは、まあここの僕のカメラではお届けしないつもりですけども、あとはライブ配信とかもね、オフィシャルのアカウントの方で多分上がるんで、僕はちょっとショーの一部始終じゃないですけど、僕の席から見たちょっとショーのところはちょっと写真撮って挟み込もうかなと思いますけども、前編を写すってことはまあしませんと、ちょっと雰囲気だけ分かってもらえたらなと思いますから。であとショーを終えた後のね、橋本さんともちょっとこうお話しする様子なんかもね、ちょっと動画撮りたいなというふうに思っておりまして、初のショーを終えた後、もう終えたて、終えたもうその後直後ですね、どういうような心境でとか、ちょっとそういうお話、まあ軽くインタビューじゃないですけど、なんかさせていただこうかなというふうに思ってますので、そんな感じの、なんかゴミついてんだ、はい、そんな感じです。スナップされてます。会場です。なんかアルミホイル的なシートが貼られてて、ライティングがブルーみたいな、すごい。仕事なんで、いや録画、あ、そっか、仕事なんですよ。アンバサダーみたいな、そう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 、関係者なんですよ。
ということで、ショーの後の会場でございます。まあ普通にこんなとこね、目に入るとこないことないですから、もう完全な関係者特権で。これから DHL の社長と話します。はい、ということで、橋本さんお疲れ様でした。ショーの直後ということで、はい、やっと、はい、僕もさっきショーを見たんですけど、ショーの内容をまあ後で紹介するということで、今回勇気橋本のそのショーにちなんで、この DHL ジャパンさんとねコラボレーションということで、今日はスペシャルゲストということで DHL ジャパンの社長のトニー・カーンさんお越しいただいてます。いや、まさかですね、僕も DHL さんには実はお世話になってるんで、 ありがとうございます。海外とのブランドの商品全部 DHL さんでやってるんで、まさかっていう感じなんですけど、今回あのコラボレーションということで、どのような経緯というか、なぜこう勇気橋本さんとというブランドとコラボレーションされた、はい、まずあの DHL でですね、はい、あのコアの中毒というのはインターナショナルエクスプレス、まさかの、はい、エクスプレスがメインなので、はいはいはい、で日本の場合にじゃなくて世界どこでもやっぱりあ広げるためにグローブにつなぐっていう、はいはいはい、なパートナーシップとして DHL で一番良かったんじゃないかなっていう、ね、そこで橋本さんに橋本さんのみたいないろんなヤングタレントが伸びてきて DHL を向こうにサポートして一緒に伸ばしてもらうっていうのが DHL として橋本さんとプラスプラスウィンウィンなウィンウィンのウィンウィンな関係ということで、DHL さんあれもずっとあれですもんね、楽天ファッションウィークのオフィシャルのロジスティックスのパートナーということで、ずっとあのファッションとはの関心というか、はい、まず一番メインのはですね、DHL というのはエクスプレスの会社であって、はいはいはい、でスピードがメインで、うん、でファッションの場合にはどこが評価としてもやっぱり一番早くを、うん、グローブにつなぐと。はいはい、お客さんに喜んでもらうということで、うんうんうん、ファッションというのは私どものお客さんでもたくさんアパレル系の会社が多くて、あそこでファッションに行くこれからもぜひそこをしてしまうという。橋本さん的にはどうなんですか？すごく面白かったです。なんかこう、僕がその先ほど少しお話ししてたんですけど、よく興味があるスポーツだったりとか、まあ、スポーツですね、支援されてることもすごく多くて、例えば F1 だったりとか、まあ、僕サッカーとかも興味があったんで、サッカーの、スポンサーされてたりとかっていうので、すごくこう社会貢献がその本業のエクスプレスだけじゃなくて、すごくこう文化に対してもすごくこう、なんていうんですかね、協力的というか支援があったりとか、すごく理解がある会社さんだなってずっと思ってて、で実際商品を、僕たちも海外から資材を輸入したりとか、はいはい、生地を入れたりとかするんですけど、そういう時にも使わせていただいている会社様なので、すごくこう光栄に思ってます。僕も結構最初びっくりしましたね、勇気橋本 DHL っていうコラボレーションが、うわすごいと思って。結構僕はファッションの人間ですけど、やっぱファッション好きな人も DHL って多分ファッションとのなんかイメージ結構強いんじゃないかなと思ってて、なんかそういう意味でもすごいビッグなコラボレーションで、でアイテムもそうです。これどうですか？いやもうすごいチャレンジャーでですね、はいはい、もう先ほどからなんかもう上でもですね飾ってやって、はい、すごいよ。嬉しくて何人が見てたので、はいはいはい、うちとしてはファッションが DHL というのをファッションがあるので、そこどこかでも DHL 見たときに同じブラックインテリジェンスで見たらなかなか似合いそうな色だな、うんうんうん、橋本さん許してくればスタッフユニフォームで多分喜ぶんじゃないかな、はい、ぜひ家で着てください。そんな感じで、はい、スペシャルな日にスペシャルなゲストでお呼びして、お話をお伺いすることができて、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい、いやー、一旦ですね、ホテルにチェックインで戻ってきました。一つちょっと紹介するのが忘れてたものがありまして、これ、今回、
はい、DHL さんとのコラボレーションで、こういうギフトがですね、プレゼントが配られましたので、ちょっとこれを開けていこうかなというふうに思います。しゃ、何が入ってる？お！あ、まずこういうリーフレットみたいのが入ってますね。あ、ブラックインテリジェンス。コレクションのテーマ。21SS コレクションではスペースリアリティをテーマに、洋服への構造的な再解釈を軸としたコレクション制作に取り組みましたと。まあいいか、これは。はい。何か。あ！マスク。東京ファッションアワード。資生堂、あ、なるほどね。と、なんか。シャンプーとコンディショナーかな。はい。こういうものが入ってました。マスク。あ、これ使おうかな。ちょっと使います。僕、こういう、なんていうんですか、スポンジというか、ポリウレタンみたいな、ウレタンのマスクするの初めてなんですよね。は、へぇー。こんな感じなんですね。これ使おう。ちょっと普通のマスクしてたんですけど、耳痛くなっちゃってね。ということで、こんな感じで、スポンサーの、ちょっとサンプルというか、こういうリーフレットが、入ってましたね。いやいやいや、この後、ショーに関しては、橋本さんと直接ちょっとお話ししたいなと思ってますんで、ショーの具体的なお話はその時にっていう感じでございます。はい。いやー、ちょっとね、久しぶりに僕も緊張しましたね、ちょっとね。ちょっと緊張しました、久しぶりに。僕基本、なんか誰と会っても、どんな人でも初対面でも緊張しないんですけど、今回はちょっとね、DHL の社長さんということで、DHL ジャパンか。DHL ジャパンの社長さんということでね、トニーさん、緊張しましたね、ちょっとね。一応まあ、打ち合わせっていう打ち合わせも、まあ一応あったんですけど、この話が、をいただいたのが、そもそもほんとね、直前なんですよ。直前に、いや、ね、トニーさんいらっしゃるんで、DHL の社長さんいらっしゃるんで、そこでちょっと動画回してとおしゃべりするのどうですかみたいな。急に決まったもんですからね、ちょっと緊張もしたんですけど、でもまあ、いい感じかなと。いうふうに思います。かつね、やっぱお忙しい方なんで、もちろんね、社長、大企業じゃないですか、DHL なんて。もうほんと世界的なグローバルな企業の、まあ、ジャパンのトップなんで、お忙しい方でね、やっぱスケジュールも結構やっぱり、もうケツが決まっててね、もう時間も限られた中で、やらなきゃいけないみたいな感じで、割とちょっと切羽詰まってる、緊張感ある感じの現場で、もちろん一発撮りで、やりましたけど、まあ NG なしでね、いけたので、いい感じだったんじゃないかなっていうふうに思います。なんか、楽しかったですね。名刺もいただいちゃって、僕 DHL の社長の、DHL ジャパンの社長の名刺持ってます。はい。なんつってね。はい、ということで、今日一日終わりまして、そんな感じでございます。はい。ゆうき橋本のそのショーの、なんか、ディティールというか、詳細に関しては、また別でもう一本ね、副音声みたいな感じで、ショーを見つつ、ちょっと振り返る。かつ、より詳しくインタビューするみたいな動画出しますんで、なんかショーの、あれこれ、言うたら裏話、含めの、は、またもう一本動画出すんで、ちょっとお楽しみにしてください。はい、そんな感じで今日は終わりでございます。ではまた。